皆さんどうも万年み。愛用武器はスプラスコープ。万年ガタガタエイムのウプ主のみーです。愛用武器はスプラスコープ刺身、刺身。わさび多めのレイムです。夜型が珍しく超早起きしたからわけわからんこと言ってるんだぜ。出ましたねー。先行試写会。私、徹夜で待ってたのよ。目が怖すぎるんだけど。普段からちょこちょこ遊んでいるのですが、いつもの下手くそイカなので、ゆるーく見ていただけると嬉しいです。それじゃあ早速やっていくぜ。レッツ、万年み。それでは最初は新武器のスプラマニューバーを使ってみます。二丁か、どんな動きをするのか楽しみだぜ。よっしゃー、やってやるぜー。いつも気合だけはバッチリ入っているんだよな。ウプ主は打ち負けの達人っていう異名を持っているんだよ。はっはっは、照れるなー。まったく褒めてねー。イカの見た目もより活かしてるわね。イカだけに、徹夜のせいでこんなこと言ってるんじゃなくて、霊夢は元からこうなんだぜ。普段全然寿司コラとか若葉みたいな武器を使わないから、なんか追って感じ。語彙力のなさだぜ。この武器って回避技みたいなのがあって、それがすごいかっこいいのよね。回転してさっと避けるんだよね。相手との一騎打ちで使うと撹乱できるかもな。新しいサブのカーリングボムを使ってみたよ。カーリングボム、壁に当たると跳ね返るのよ。危ねえ。ひぃ、ジェットパック怖い。あれが新スペシャルのジェットパックね。飛びながらミサイルみてえにインクを飛ばしてきたぜ。あんなのに当たったらひとたまりもないよ。あ、ウプ主もジェットパックが使えるわよ。相手がいるところで使いたいね。この見晴らしのいい橋の上でいいんじゃねえか。そうね、ここなら相手がいる場所も大抵見えるわ。はっしゃー。あれ、おかしいな。さっきの人みたいな凄さがないわ。こいつが使うと何でもそうだぜ。ちょ、初めてだからだって。そうね、それならまあ仕方ないわ。お、こっち側から来てるぜ。きっとここに登ってくると思うから牽制しよう。おっと、ボムね。ラインに沿ってきてるかもだから消すよ。今まではチェイスでそういうことあったもんな。幸い登ってこなかったみたいね。お、チャージャーさん。ウプ主はスコープなしのチャージャーはどうなんだ？使えるのか？使えねえんだな。何度も挑戦したけどダメだったね。あ、敵ローラー発見。負けないぞ。足元濡れ。やった、なんとか倒せた。マニューバーも来てるわ。おやおやおや。おお、二人連続で倒せたぜ。このまま誰一人倒せないかと思ったよ。まだまだ油断は禁物よ。左は塗ったから右の様子を見に行くぜ。結構紫のインクがあるわね。味方さんが追いやられそうになってる。足場を作ってあげましょう。この中央も渡したくねえな。ここは絶対に守るぞー。あ、敵がジェットパックやってるぜ。ここには来させないぞ。ひぃー、あのインク怖すぎるわ。あ、たまたま倒したんだぜ。さあウプ主2回目のジェットパックよ。だと思ったぜ。ちょ、敵来てる来てる。さあ見事に外しまくったウプ主は、ここで見せ場を作ることができるのか。ひぃー、勝ちたい。すげえ回転。やったー。この打ち負けの達人と呼ばれている私が勝てた。はぁ、ヒヤヒヤしたわよ。この調子でどんどん攻めていけ。あ、行き止まりだ。ただし冷静にな。さあさあ紫を黄色に変えていくわよ。お、いつの間に30秒切ってた。このまま行けば勝てるぜ。そうね。スライドってこうやるのかな。敵が来たらテンパっちまって頭では分かっててもできないもんだな。またジェットパックよ。おお、味方さんがハイパープレッシャーを。でジェットパックたー。ふぅ、一気に攻めてきたよ。こっち3人落ちちまってるぜ。一気に中央が制圧されたわよ。この勝負一体どうなる？間に合わないかも。ドキドキの結果発表よ。ジャッジ君のちっちゃいバージョンかわいい。け。うわぁ、逆転負けだー。最後の一斉攻撃で逆転されちゃったんだね。でもいい戦いだったわよ。ああ、この感覚で次も頑張ろうぜ。お次はスプラローラーで挑戦します。何やらローラーの振り方が変わったようね。え、従来の振り方じゃねえのか。なんかジャンプして振るとローラーが縦振りになるんだって。縦。縦に振るってなかなか想像できないわよね。これが今までの振り方。ああ、これでジャンプしてベタンとやったりしてたな。それにインクの飛び散り感がすごくみずみずしくなったね。100% ジュースのパッケージのしぶきくらいすごいわ。全く伝わらねえ。ローラーはやっぱり使ってて楽しい武器だよね。この塗ってますって感じがいいわよね。味方が敵をどんどん倒してくれてるうちに、私たちは隅々まで塗るぞ。バシャバシャ塗ってかけてやる。ちなみに、このローラーのスペシャルも新しいのか。うん、ローラーだけじゃなくて全ての武器のスペシャルが一新するんだって。おお、それはすげえな。このスプラローラーのスペシャルは、スーパー着地っていうスペシャルよ。
ここぞという時に使うからどんなもんか楽しみにしててね。どんなスペシャルなのか早く見てみたいぜ。私たちが塗っていないところも味方さんが塗ってくれてて、かなりいい感じね。ああ、疲れた時にこのローラーでコロコロ塗れば、はーって気持ちになるね。ええ、コロコロ打ってスルスル打ってね。ようやくするとスカッとするってことだな。はいはい、緑の場所はないですか。あ、こっちのチームにもう一人ローラーさんがいるんだな。きっとたくさん塗ってくれているのね。む、ここが怪しい。中央はいつ攻めてきてもおかしくないぜ。ここらで様子を伺った方がいいわね。なんだあのレーザーみたいなインク。あれはチャージャーのスペシャル。ハイパープレッサーだよ。あのインクビーム、壁も貫通するらしいわよ。怖え。あんなの食らったら一瞬でイカスミになるよ。あ、ちなみにこれが縦振りよ。インクの飛距離半端じゃねえな。かなり遠くまで届くからいいよね。あ、味方が倒してくれたわ。ナイスなんだぜ。あの高台にチャージャーさんがいるな。おやあ、かけまくってやるわー。味方さんが言ってくれたから私たちは逆サイドに移動するか。さーてこっち側は大丈夫かな。うん、塗られてなかったわね。じゃあドンパチしているところに戻るぜ。足場を作りますよ。なんか味方さんが強すぎてウプ主の見せ場がまだないわ。一回くらいは活躍してくれよな。うん、もちろんさ。敵が壁の後ろに隠れているわよ。この辺ちょっと来そうだよね。ああ、なんかロックオンされたぞ。ここは身を潜めよう。やっぱり敵が降りてきたわ。今だ、スーパーキャッチ。やったー、うまく決まった。これがスーパーキャッチ。ドラゴンボールにこういう技ありそうよね。高くジャンプしてから思いっきり地面を叩いて、相手を一撃で仕留めるよ。さっきみたいに不意打ちでやられるのが一番怖いな。相手に気づかれると逃げられちゃうからね。よっしゃー、残り30秒頑張るわよ。うわ、後ろに敵がいた。チャージャーがいて下手に近寄れないから、左からぐるっと回ろうぜ。了解、こっちから行くよ。さあここら辺を塗りますよ。この辺に隠れているかと思ったけど誰もいなかったね。さっきはチャージャーさんしか生き残ってなかったけど、二人復活したからきっと攻めてくるわ。時間も時間だ。敵は味方さんに任せて塗れるだけ塗っておくぜ。いやー、本当に味方さん強いな。ウプ主はスーパーキャッチするために来たようなものね。はっはっはっは、ありがとう。だから褒めてねえよ。ラストスパート。終了。さあさあ結果はどうなったかな。お、これは間違いなく勝っただろ。どうかなどうかな。やったー、ひたすら塗ってただけだけど。まあやられまくるよりかはマシだろ。皆さんどうもお疲れ様でした。あら悪いわね、お前は何もしてねえだろ。あ、ビリだ。味方に感謝だな。ということで今回はスプラトゥーン2の先行試写会で遊んでみました。やっぱスプラトゥーンは面白いよな。ソフトが発売されたらまたやりたいわよね。うんうん、新しくなったスプラスコープを使いたいな。ってことで私はこの辺でー。ん？この辺でなんだ？霊夢に続いて私もこの辺でー。寝やがった。続いては絶対にありえないマリオのコーナーです。前回、ゴールが目の前にあるのになかなかゴールできなくて、散々苦しんだマリオ。果たして今回こそゴールできるのか。それじゃあ早速見ていくぜ。どうしようかなー。あら素敵。ゲゲ。これは痛い。お持ち帰りよ。飛んでたら絶対ゴールできるはず。ぷかー。雷こえー。晩ご飯ゲット。犬ちょっともう一回行ってみてよ。まあいいけど。簡単に行けるじゃない。さあ兄さんも。やってやるぞ。どうしてこうなる。才能だね。こりゃあ登るしかないな。もうこの時点から嫌な予感がするぜ。よいしょ、よいしょ。無事にゴールまでたどり着けるかな。うわ、めっちゃ並んでるし。なんだなんだ。ひでえ。マリオ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 。うるせえ。あ、ダメだった。なんか来たー。おい、嘘だろ。とことんついてないね。お前さんは一生ゴールできんぞ。なんだとこのジジイかババア。性別不詳よ。ほっほっほっほ。うわー、クリボーに。うわー。わしは知らんぞ。おいえ。どうすんだ。もっとちゃんとした魔法使ってよ。仕方ないの？ん？どうじゃ。ダメー。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。
最初はグーじゃんけんポン。あっち向いてー。ほい、スプラトゥーンか。一度も遊んだことねえから遊んでみたいぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。